編集をやらせてもらってます篠原恋です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまるちゃん、茨城アソプロレスアナウンサーしております、まるです。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと僕の時より声少ないですね。ラブ、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 僕の時より大きくないですか。栃木ファンの皆さんに言ってみようかね。そしたらね、ちょっと黒いですね。はい、じゃあ松本さんお願いします。はい、群馬ダイヤモンドペガサススタジアム MC の松本明子です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ちょっといいよね、新鮮ですよね。北地区代表して、うん、お願いします。はい、スタジアム DJ 埼玉ムサシートベアーズでスタジアム DJ やっております、角田亮奈です。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いいたします。遅するな。20分とか言って40分ぐらいで遅かったよね。どうしたの。失礼しました。ちょっと作っちゃう。失礼しました。今日はですね、はい、まあ、ちょっと総出ということでね、もう5人もいるので、はい、試合中だったりとか、うん、イベントでもね、わちゃわちゃとみんなで仲良く盛り上げていきましょうね。そうですね、はい、仲良くやりましょう。今日のテーマは結構スマートなのよ。え、割とね、スマート派ですよね。こちらはね、シティガール、シティボーイなんで。何を言ってるんだ。シティガールなんですけど、ちょっとやっぱね、ちょっと栃木県だってシティですからね。いやもう群馬と栃木はバチバチなんで。あ、やめて。茨城はいつも大笑い使わせていただきます。あ、すいません。なんでこんな栃木を。もうここはここに入ってくるのかと。めよう。そうですね、行きましょう。なんかわちゃわちゃしてるんで、ですね。仲良く行こう、みんな仲良く。仲良く行きましょう。今日は仲良くをモットーに行きましょう。伊藤監督がね、ノックした時みんなで拍手してくれたから。やだ、素敵。そういうのがいいよね。初ノックだったんですよ。え、めちゃくちゃでもお上手でしたよね。よかったですよ。よかった。しかも伊藤監督、一足先にライオンズ決まりました。おめでとう。おめでとうございます。来シーズンからライオンズのね、新人教育みたいな形でね、育成やりますので。いいですね。準備ができたみたいですよ。あら、負け負け、うるさいから。ちなみにね、この後先ほどまでね、ファンの皆さんのチームを組んだ T ボール大会というのをね、サブグラウンドで行っておりまして、その決勝戦が今から行われるということになっております。はい、はい、松本さん、今回の2チームどこなんでしたっけ。ちょっと大人げない埼玉。言いづらそうだけど、させないの。いいですよ、大人げない。先輩に言わせる。埼玉群馬連合軍と埼玉のチームということで、もうね、やっぱ埼玉ここ鴻巣ということで、はい、ちょっとごめんなさいね、はい、ホームアドバンテージが過ぎません。ちょっと過ぎちゃったよね。じゃあ、アストロブその間休憩していただいて全然構いません。みんなダメよ、ちゃんと応援して。いや、ちょっと食べてて。キッチンカー、ちなみに僕、僕そうなんですよ、はい、よろしくお願いしますね。え、トイ君何出てくれるの。僕、埼玉チームに超スペシャルスペットとして、スペットじゃない、スケットとして。もう噛んでるっすね。もう噛んでるから行こう。やるやるやる。 IGT 始めるから。ワルミネシーズからやるやる。はい、ではもうそろそろやりましょうか。やりましょう。ではですね、 T ボール大会始めたいと思いますね。皆さん拍手でお迎えください。お願いします。